初日12レース走られます川端選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨年は、この弥彦の G1 決勝乗られましたけども、振り返られてどうでしょうか？本当に初めて乗った G1 ですし、思い出の地という感じですね。イメージバンクのイメージとしてはどうでしょう？特に走りにくいところもないので、悪いイメージはないです。で、昨年は特選スタートでしたけども、今年は、スプリント優勝されて B 賞杯からになりますけども、この辺りの違いっていうのはどうですか？本当に、チャンスのある位置からのスタートだと思うので、チャンス逃さずしっかり頑張りたいと思います。前走の西武園から6日ほどになりますけども、ご自身の状態としては今どうですか？特に変わったこともしてないので、悪くないと思います。でその理事長杯ですけども、中国としては、松浦さんと千里さんいますけども、はい、並び戦い方はどうなりましたでしょうか？清水君、松浦君、僕の、3人で3番手で走りたいと思います。どういうふうな経緯で決まられましたか？ラインの総合力としてはその方が一番高いんじゃないかなというふうに考えて、しっかり3番で語るということになりました。大事な位置だと思いますけども、では、最後に、明日以降への意気込みをお願いします。はい、1日1日しっかり頑張ります。お待ちください。